アンテナから電波が放射される様子を表した図大ポールアンテナが電波を受信する様子を表す模式図。緑の矢印が電波による電解であり、黒の矢印が電流である。電波とは電磁波のうち比較的周波数の低いもの。日本の電波法などでは3000ギガヘルツ以下のものと定義される。電磁波の存在を初めて実証したハイヒヘルツは、 著書、エレクトリックウェーブスの中で、電磁波を、エレクトロマグネティクス、ウェーブインエアと、ザ・プロパゲーション・オブ・エレクトリック・ウェーブス・バイ・ミンズ・オブ・ワイヤーに区別しており、電波に関する国際機関 ITUR における、ラジオ。ウェーブの定義もラジオ・ウェーブス・オア・ハーチ・アン・ウェーブス、エレクトロマグネティクス・ウェーブス・オブ・フリック・エニシーズ、アービトラリリー・ロアーザン3 0 0 0ヘルツ プロパゲーテッドインスペースウィズア i トアーティフィシャルガイドアーティクル1タームズデフィニシャン i t 1.5 ITU とあるように人工的なガイドなしで空中を伝播する電磁波であることを明確化している電波の用途としては次のようなものを挙げることができる1864年にジェームズ・クラーク・マックスウェルは光は波の姿をした電磁産卵であると予測した それから13年後の1887年に、ハインリッヒヘルツが、マクスウェルの方程式から光よりも、周波数の低い電磁波の姿を推測し、電磁波の発生と検出を可能とする実験機器を、公案制作して、その存在を実証した。今日、電波は、英語では、ラジオウェーブもしくはハーチアンウェーブ、と呼ばれており、ラジオと略して呼ばれる場合もある。 CCIR の基金が設立された1927年に世界的な公用語として定着した。一方、1904年にイギリスの郵便局が無線電信をラジオと称したことから、ラジオは空間に適した周波数帯の電磁波を使用して情報を搬送する技術、機器、システムを指す語として一般に使われるようになった。 日本語の電波という訳語は明治26年に定新将棋士の伊藤清志が表した電気訳語集が初出と考えられる電気訳語集ではエレクトリックウェーブの訳として電波は出ているその後電波の用例は増えていったが対象4年の無線電信法には電波の文字はない1950年に制定された電波法によって現代の 電波が公用語として定義された。周波数と対応する波長によって電波は以下の周波数帯に分割される。電波法第28条に送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。と規定している。これを受けた無線設備規則には 1> 第1章総則第2節電波の質として、第5条から第7条に、周波数の許容偏差、占有周波数帯幅の許容値、スプリアス発射または、不要発射の強度の許容値があり、具体的な値は、別表第1号から第3号に規定するものとしている。電波法第103条の2第2項に、広範囲の地域において、同一のものにより、 相当数解説される無線局にもっぱら使用させることを目的として別表第7の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数の電波と規定している広域使用電波の指定は電波法施行規則第51条の9の9に総務大臣が別に告示により行うものとする。とされ、この規定に基づき告示される。 この規定は、電波利用量の算定に際し、電波の経済的価値に応じて負担する考え方を導入したもので、携帯電話など特定無線局として、包括免許されるものについて適用され、使用する、周波数幅に応じて増減される。当初の上限は 3000MHz 以下であったが後に 6000MHz 以下となった。ありがとうございます。